トムロフトのレース場と飼育日誌鳩と一緒に遊びましょうおはようございます三月二十三日土曜日の朝です今日の空模様です西の空から南の空北の空の方にカメラを動かしています今日の天気は曇り風は北風一メートルから二メートル冷たい北風が吹いています まあ昨日も寒かったんですけども今日も寒い今日の600キロ地区ナショレース放給は中止ということで明日の放給になります鳩たちは現地で4回餌を食べることができ最高の状態で放給できると思います明日の放給が楽しみですここを数日間車外をしてなかったので今日は残っている鳩だけでもと思いまして車外を行ってます出車口を開けましても なかなか飛び立ちません、えー、無理に置いてあてることがなく急車の中を掃除しているうちに飛び立ってくれればいいなと思ってますただいまの時間は7時35分になりました飛び出したのはよくわからなかったんですけども今降りてきたところです飛翔時間どのくらいなんですかねと飛び出した時間わかりませんから何分間かかりませんけどまあせいぜい10分ぐらいじゃないかななんて思ってます 入社口はもう開けてありますので鳩たちは旧舎の中に入りたければ入ってくれる状態です餌をあげに旧舎の方に来ましたら飛んでいる鳩がいるんですね2羽飛んでたんですけども1羽はどこかへ飛んでいって今1羽だけ旧舎の周りぐるぐる旋回してます先ほどは5羽いたんですけども 全部じゃなかったんですねまだ1羽戻らずに飛び回ってる鳩がいたようですこの時間になりましてポツポツ雨が降り始めましたもう降ってくるんですかね今日はあちこちでお花見があるみたいなんですけどもまだ桜は咲いてませんよねうん開花宣言がどんどん遅くなってしまってもうそろそろかななんて思ってます 小金根公園も昨日だいぶなんか支度をしてましたね桜の会なのかなわかりませんけども桜はまだ咲いてません気になるのは明日の天気になりますまず明日の天気図ですねこれは9時の天気図になります東圧線の間隔がこう空きすぎてて雲が出やすい感じもしますけどもあとレースが できないような気圧配置じゃないですね具体的に各地域のポイントポイントの天気予報を見てみたいと思いますこれは放球地三沢の天気予報です三沢は朝から晴れですね気温も7時現在で2.2度そんなに寒くはないですね風は西寄りの風 1>, 1メートルだから、まあ無風ですよね三沢の天気は朝から晴れ、風も穏やかで、えー、放球日和だと思いますこれは盛岡の天気予報になります9時ぐらいは天気は晴れ風向きは南西の風1メートルまあほとんど風ないですね 弱い西寄りの風という感じですここまでは天気大丈夫そうですね仙台の天気予報です10時、11時、12時ごろ弱い東寄りの風ですねこれならば風の影響ないですね天気は曇りになってますけどもまあ雲が出ても雨の降る雲じゃないのでここも問題ないと思います これは東京小金井の天気予報になります14時、15時、16時ぐらいですね南寄りの風2メートルそれほど強い南風が吹くという予報出てません天気は曇りでも雨の降る雲じゃないのでここも大丈夫そうですね今日は日本気象協会の天気予報を見て大丈夫かなっていう判断をしていたんですけども 一番気になるのは関東地方のの風向きですね他の天気予報の会社ですと南寄りの風がうん3メートルから4メートル吹くという予報も出ていますので、まあ明日の天気は明日にならないとわからないんですけども一番の鬼門は関東平野に入ってからの体力上位に入賞できる鳩は 体力のある鳩だと思います。明日の放給が楽しみな放、えー、給前日の天気予報です。本日もこのブログにご指摘ありがとうございました。また次回もお越しいただいたくよろしくお願いします。失礼します。